京都女子大学の学生で構成された女の子 100% のチームです。汗かき恥かき夢をかきをコンセプトに活動しています。笑顔と可愛らしさでバサラカーニバルを精一杯盛り上げます。こんにちは、京都女子大学からやってまいりました。共演袖振れ京都町です。今回披露させていただきますのは2022年度演舞アスミ、テーマは一姫神社の女人帰り咲き物語です。時は江戸、明るい声が飛び交う京の町。しかし厳しい風潮によって次第にその声は沈んでしまいます。女神と不快のまん丸姫だるまの助けを借りながら逆境にも立ち向かうしなやかで凛とした女性を京子町一同全力で表現いたします。自分らしく咲き誇れ。あなたも一緒に夢を追いかけませんか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。昔々働く女性たちを見守る女神五木島姫の御事がおりました。Ah!
皆さんありがとうございました。